ド女子代表のミッドフィルダーローレン・ジェームズ・チェルシーが女子ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のナイジェリア戦で一発退場処分となった問題で、国際サッカー連盟 FIFA が2試合の出場停止処分を下した。A、BBC が伝えている。これで12日に行われる準々決勝のコロンビア戦、その一戦に勝っても準決勝は出らなくなった。処分系。腰の踏みつけなんて一本間違ったら大怪我にも、つながるよ。サッカーはこういうのたまにあるけど、ピッチ外でやったら、普通に傷害事件だよね。2試合出場停止じゃなくその大会停止とか1年停止とかでも、いいと思う。エル・ジェームズは、21歳ながら、チームの攻撃を牽引。今大会でも3ゴール3アシストの活躍を見せていた。しかし、7日のナイジェリア戦の終了間際、相手ディーフのミシェル・アロジーと交錯して倒れた際に、相手の腰を踏みつけていた。VAR のチェックにより一発退場処分となっていた。イングランドは、PK 戦の末に準々決勝に進出したが、腰を踏みつける写真も撮られていたこともあり、大きな批判が集まっていた。ジェームズは、自身の行為に対し、自分の経験から学ぶことを約束しますと謝罪する投稿をし、21歳とまだ若いこともあって擁護する意見も少なくない。一方で、依然として厳しい声があるのも事実だ。A 氏、デイリーメールの女性記者、アマンダ・プラテル氏は、自身の公式 X、旧、ツイッターにこう綴っている。ローレン・ジェームズは、試合とライオネスに恥をかかせた。イングランド代表から永遠にレッドカードを出されるべきだ。代表から永久追放するべき。それに値する愚行だと考えているようだ。個人的には3試合で事実上大会追放にした方がすっきりすると思う。2試合だと決勝ないし3位決定戦では復帰できることになるが、ピッチに拍手で迎えられるとは思えない。さらに言うなら、決勝まで来たら、この選手抜きで、チームが機能してるのが明らかな状況になってると思うし、代わりの選手が大活躍してるかもしれない。そんなチーム状態の中、あえてブーイングが来る可能性がある選手をピッチに送るのはリスクになるだろうし、そんなこと考えるなら3試合でインドを渡す方が、イングランド側もすっきり対処できるんじゃないかなと。この選手は2試合の出場停止だが、これを軽すぎると批判する声が大きいようだ。このまま勝ち進んだとして、決勝か3位決定戦には出場は可能となる。選手の戦力としての価値は不明だが、果たしてイングランドは3試合目を出場させるだろうか。なぜなら、イギリスはサッカー発祥の地でもあり、国内の4協会が FIFA より前に設立されており、協会単位で加入が認めら特別扱いされている。それだけに、サッカーに関しての威厳もひとしおではないはずで、FIFA の処分が軽すぎると見られる中、独自の処分を課して、体裁を整えるか、それとも勝ちに、こだわり3試合目の戦力にするのかが、大いに見物である。問題はジェームズは踏みつけた後アルジェに謝罪もせずに、ふてくされた顔をして、自らに出された、レッドカードを見もせずに退場していき、後日出した、謝罪文にもチームに迷惑をかけたなどの文言だけで、アロジーに対する謝罪がなかったこと。ジェームズはまだ反省していない。これは FIFA からの処分とは別に、チームとしての処分もすべき。決勝にも出すべきではないし、大会後も何試合か招集を見送るべき。そして構成プログラムを組んで、再教育すべき。若いって言っても21歳でしょ。自分の行動には責任を取らなければならない年齢。イライラして、感情をコントロールできなかったでは、小学生の言い訳。スポーツの試合中なら、プレーに関係ない暴力行為でも傷害罪は適用されないのか。そんなことを考えさせる行為だった。本当に甘い。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。